クッシュ皆さんこんこにちは加藤です今回は秋篠宮さまのインタビューを読んだカタたちがですね不敬なことを言いまくってる件についてお話ししたいなと思います本当にねろくでもないバカが増えすぎたなと日本人はやばいなと思いますよ で、僕は仏教徒、ね、浄土真宗の人間として軍人サイドの右翼活動家をやってますけど同じね、団体、同じ仕事をやってる人間の中にはね、当然、神道の信者もいるわけですよ。ちゃんとした神道の信者もいるわけです。で、そいつらと話してても当たり前の話なんだけど天皇陛下、そして皇族たちに対してですね、刑を払ってるしちゃんとしてるんですよ。 不敬なななことなんて一切言わないですよねだけど今ネット見ると本当にねバカな方たちがですねもう6年前もうむちゃくちゃ言ってるわけですよ、ね、で当たり前なんだけど日本国憲法ってのは天皇陛下とそして皇族たちの自由を奪ってるわけですよね 人権ももクソもないんですよなので、言いたくても言えないことだってあるわけで,で今回の秋篠宮様のの、ね、記事あーのー、インタビュー読みましたけどおかしいことなんか全く言ってないですからね、でやれることをやってるわけですよ、ね、秋篠宮様はね。だから、まああのー、バカな方が増えすぎてるんで、これからも監視は、ね、しっかりしていこうかなと思いますし。 今ねあの、中国、ロシアとのハイブリッド戦争、ね、日本はあの勝たなきゃいけないわけですから、中国共産党の、ねえー、政治介入なんかが、まあ、疑われるような人間の監視はね、しっかり、えー、これから、ね、さらに、えー、やっていこうかなと思います。はい、今回以上です。クッシュ